TBD デバステーター飛行する TBD-10322 号機 TBD デバステーターはアメリカ海軍が太平洋戦争前期に使用した主力来撃機である。本機はアメリカ発の関西単用金属機でもある。愛称はデバステーター。荒廃させるもの、破壊者の意である。また、日本語で読む際にはデバステーターなどとも表記されることがある。TBD は 計画中の新型空母に搭載される時期、艦上来撃、爆撃機として、ダグラス社に対して1934年に開発が依頼された機体で、1935年に初飛行し、1937年に収益を開始した。完成当時は、世界最高水準を誇る来撃機と言われており、運用に当たっても問題はなく非常に完成度の高い機体ではあったが、 太平洋戦争が始まった時には、最高速度時速 300km の本機ではすでに時代遅れになっており、日本海軍の霊式艦上戦闘機などに多数が撃墜された。中でも、ミッドウェー海戦では、機動部隊の直縁任務についていた零戦に迎撃され、大半が魚雷を投下する前に撃墜された上、魚雷投下に成功ないし投機して帰投しようとした機も追撃を受け、 4機を除いて、他は、すべて未機関と艦波なきまでの損害をこむった。それでも35回海戦では、小大鳥を撃沈するなど、海戦初期のアメリカ海軍航空戦力の一端を、担った。これを機会に、TBD を装備していた部隊は、再建にあたって後継機の TBF アベンジャーン、大撃機を装備し、大西洋方面でも TBF にその座を譲り、1942年、 中頃から徐に第一線から退き、1944年には前期が引退した。変態を組んで飛行する TBD。ありがとうございます。